タカと何やってんの？は？お前なんで来たの？俺今何見た？今日呼んでないじゃん。タカとキスしてた。これ怒っていい？でも、ああもうパシリのくせに邪魔すんなよ。本当はそう思われてるってなんとなく分かってた。なえたわ。別んとこ行こう。俺と話したいからじゃなくて、便利だから頼むのかなとか。え、いいの？友達じゃないの？だからパシリだって。それでもいいと思ってたつもりだった。ほんの少しでも受け入れてもらえるならって。でもタカト、俺ってただのパシリ？そうだよ。それ以外に何があんの？男とか無理だし、使ってやっただけマシだと思えよ、バーカ。そっか、まあそうだよな。同性に好かれても気持ち悪いし、こういうことがあるのも仕方ない。偉そうに思ったけど、時間差で涙出てきた。情けな。覚悟しててもあそこまで言われるときついな。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。